上田さんアップしといて、堀井さんに1分で交代だから1分で青あります、これこれ、あ、これなんですか、あ、じゃあ大丈夫、ここ、あ、それ来て、どこですか、堀井さんのところ、ボランチですね、これで1回出たらまた入れるんですか、堀井さんね、アンカーです、アンカー、これで1回出たらまた入れるんですか、入りません、入りますよね、ね、別に3枚までとかするんじゃないですもんね、両サイドが詰まっちゃってますね。真ん中だけだと、あと縦で入れるしかないってことなんですか？そう、多分タカさんの他にもう2人ぐらい行ってるところに縦で入れるしかないかもしれません。横が切れないんで、ね、のかなーなんて思っちゃいますけど。こっち側行こうよ。ちょっとさ、こっちたくさんみんな来るからさ。江口さんの背中を取ってます。そう、この盾が嫌ですね。ああ、すいません。取った。向こうはでもこの盾がなんかありますね、左の。あ、マジですか。皆さん昨日の試合で疲れてるっていう漫才ですか、やっぱ。お、そうなんですか。あと1分で20分です、はい、そう、っていうかまだチャンスになってないですね、はい、サイドバックが上がりきってるんでサイドハーフが下がんないといけない。ああ、そうですね、空いてますもんね。サイドバック上がっていいんですけど、ね、サイドハーフで声かけ合わないといけない。サイドハーフは彼そうですね、はい、なるほど、気づく人ならいいんですけど、なるほど、気づかない人もいるし、疲れるとサボる人もいるし、
疲れたと注意もなくなっちゃうんですよね。タカさん以外ないですもんね、今前に。今センターバックの吉田さんが外に出てきたんで、そうですね、カバーしてますね。もう20分来ましたね。はい、20分いってます。ラインマン誰かやってください。オフサイド取ってください。まい、よし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 、あああ。そうしたそうした亮さん。大丈夫か彼は。ああ、気合いの負傷。誰誰？肩？マーシーさん。上田さんじゃないですか。マーシーだと思いますけど。上田ってピーター上田さん。そうそう。今入ったばっかり。入るとしたら誰入る？レディです。今出てきたところ。あ、本当に？いやいや、見てたんかな。肩外れたのか。マジで？わかんない。